はい、皆さんこんにちは。本当は1本目で終わろうかと思ったら、雑談中にすごい話が出るわ出るわで、緊急的にもう一回放送させていただこうかと思いますけど、続編ですね。続編、もう超続編、むしろこれ聞きたかったってやつで、なんと、まあ、飲み水のクラスターが小さいと、ほら体に吸収してね、体にいいなんていうのはよく聞いてる方いらっしゃると思うんですけど、水のクラスターはあるもので簡単に小さくできることが判明しました。わー、嬉しいやら悲しいやらっていうやつですね。なぜなら、いやー、小野さんすごすぎる。ちょっとそこのご説明を、あまりにも小野さんからしたら非常に簡単な科学的な説明がつく話なわけなんですけど、一般的にはそのお水のクラスターを小さくするっていうのは、なんかこう特殊な能力的なイメージあるんですよね。ほとんどの人はそこまでの知識がないから、だからいいお水を飲んだ方が体にいいってそこまでは分かってるんですけど、じゃあその体にいいお水をどういうふうに入手するかっていうふうになると、もう分からないわけです、どうしていいかね。だから高いお金払ってる方もいると思うし、あとはそうじゃないものをそうだと思って飲んでる方もいると思うんですけど、小野さんの商品によって水のクラスターは簡単に小さくなることが判明したわけですよね、で、ただいま、まあちょっとお話ししてる間にちょっと実験中をしておりますので、まずそのクラスター、水ってどういうことかっていう話、水は単純に何も、普通は我々飲んでるお水は水道水、水道水の中に入ってるのは元は水ですけど、単純な水ではないんですよね、ミネラルも入ってるし、水道法に基づく塩素も意図的に入れてたりします、それを普段我々は日常使ってる、まあ一応それで安全だということで飲んでるんだけど、じゃあその中に本当に必要なものって何かって言ったら、まあ塩素の話はねちょっと今回は置いといたとして、お水とミネラルが入ってることが重要なわけですよね、でこれが実は落ち着いた状態でいると、お水ってその分子がありますよね、H2O っていう一つの分子がブドウの粒だと考えていただければ、これが15個ぐらい固まって存在するのがいっぱいあるよと、水がね、そうです、あるわけですよ、そしてその隙間にミネラルが入ってるんだと、いうふうにイメージしてもらいました、思えばいいんですね、そしてそのお水が分子が大きい小さい、分子自体がよく大きいとか小さいって言うんだけど、分子の大きさは一緒なので、クラスターが大きいか小さいかが重要なんですね、でクラスターが小さい、つまり集合体がさっき言った分子が15個集まった水が小さくなると、まあ一番小さな1個なんだけど、実は1個では存在しないので、3個とか5個とかっていう大きさになってくれたら、15が5になれば3分の1の大きさになるというふうに言えるわけですよ、でその水の方が浸透力の高い水になるわけですね。小さくなるから隙間に入りやすくなる、人間が飲んだ時に人間の体に入りやすくなる、それが浸透力の高い水になるよと、なるほど、いうことになるわけです。なるほどなるほど、でみんなそれを求めてるわけです、そうですそうです、この番組見てる方の、だから皆さんね、どっか行ってどこどこの水がいいんだってやってるけど、実はそこに入ってる成分が安全かどうかがまず見なきゃいけない、水の成分が安全かの表記、そうです、で例えば山の中行ってここから湧いてる水がいいんだって言うんだけど、その上流に何があるかが大事ですよね。まあ確かにね。そして自然のものでも毒性があるものもあるから、例えばそれはあまり取らない方がいいよっていうのもあるわけですよね、だから水って何でも物を溶かしてきますから、それがミネラルになって入ってるわけですよね。なるほどね、なるほど、なぜ日本の水は、そして河川水をね汲み上げて浄水場で水をこして飲めるかっていうと、日本の水ってその河川経路が短いじゃないですか、大陸の水って飲めないですよね、だからずっと長いところこう流れてくるから、どんどん水がいろんなものを溶かして入ってくるので、ミネラルも入ってるけど濃度高すぎるんですよ、それ日本人が合わないから飲んだら下痢したり飲んだりする、そういう理由なの、そう、ね、例えば毒性のあるものも入ってる可能性もゼロではない、まあそうですよね、ケミカルも入ってる可能性もゼロではない、だから日本がなぜ水が美味しいかっていうのは、実は河川が短いから
天から降った水がさっとこう来るわけですよ、外国から比べれば。なるほど、そういうことですね。そうです。そんな理由だったんですね。だけど山あいに例えばね、あの養鶏農家があって、そこが排水を流してたりすれば、その水が地中に染みて入ってくる可能性もゼロではないわけですよ。まあそりゃそうだ、もっとね、あのもっと言い方をちょっとひどく言えば、工場があったりすれば、工場が出してる廃液があって、それが地中に染みて地下水に入ってくることだってゼロではないですよね。はい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 、だから、ね、どこどこの水はいいんだって決めつけて飲まないで、中身が何なんだって安全性確認しないといけない。で、安全性の確認が取れた後に、そうです、小野さんグッズが登場で、そしてその水がね、今度いい水かどうかって一つの基準が、そのクラスターが大きい小さいがあるわけですよ、自然のままで小さいのがベストなんですよ。あ、それどうやって調べればいいんですか。だそれはなんか特殊な装置で調べられるらしいです。あ、そうなんだ。僕はそこまでやってませんけど、はい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 、だけどそれと同じことを、まあ、このちょっとしたアイテムでできるんだよってのがあるわけですね。はい、でこれ、小野さんグッズね、そうです。でつまり、まあ、これは僕が考えてるのは、その分子と分子の結合っていうのは、さっき言った15個が5個になったら小さくなるって言ったんだけど、それを砕いてあげる方法としては、一つは振動を与える。そうするとブル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 増えるから ばらけてくるってなりますよね、それともう一つはくっついてる理由が静電気だと考えれば、その静電気を解除してあげればいいと、取ってあげればいいと、そうするとそれが分子が小さくなってくるということで、そこでも静電気が影響してるんじゃないのって話なわけですよ。そりゃそうだよね、っていうかさ、もうさ、やばくない？水もね、だってこれ分子同士が摩擦してるわけだからね。だからさ、今まで、まあ、私たちも我々一番生きてる中で一番大きな静電気を感じる時って何だか分かります、雷。あれ静電気なんですか？静電気です。はあ、あれ静電気なんですよ。じゃあ静電気をいっぱい持ってる人と落ちやすいってこと？いや、だから電気の流れやすい人にはもちろんそうでしょうね。それで、その水を作るグッズは、とってもいいですか？いいです。もうそろそろ、はい、あ、じゃん、これ、中身は企業秘密なので、どんなものが入ってるか教えられませんが、これをペット貼っとくだけで、中のお水のクラスターが勝手に小さくなると。そう、だから要は成分がちゃんとしたお水さえ入手してもらえれば、吸収しやすいように、そうです、これをプッと置いておくだけと、で、分かりやすいように実験をしてみようということで、今ね、お話ししている5分ぐらい経ちましたか。なんとこの一番分かりやすいのはコーラだということでですね、缶のコーラ2本を1本はクラスターを細かくする、こうやって置いときました。でもう1本は普通のコカ・コーラのまんまです。でクラスターが小さくなるとコーラはどんな風に、あのしコーラって炭酸なので刺激がありますよね、あります。その刺激が皆さん好きでコーラ飲んだり炭酸のものを飲んだりするわけですよね。そうですよね。その刺激がなくなります。じゃあ美味しくなくなっちゃって多分美味しくなくなります美味しくなくなりますあ、なるほどね、分解されちゃってクラスターが小さくなっちゃうから、そうです、そうです。でワインなんかやってあげたら、ワインはマイルドで美味しくなるかもしれませんね。ああ、だから合うものと合わないものがあるかもしれない。じゃあこれはもう嗜好品に対して、ああ、なるほどね。でもクラスターを小さくするってことは体にはいいわけだから、そうです。それと同時に、まあ、クラスターを小さくするという現象だけじゃなくて、電子を入れてるんですよ、自由電子を。ほう、さっきちょっとお塩の話した時に、塩を舐めると痛いよねって、生鮮を舐めると、それと同じことが起きて、その刺激になってるわけですよ、でここに電子を入れてあげると、電子がもともとこの中に入ってるもの以上に入ってくるので、その電子を抜くという作用がなくなるわけですよ。だから刺激がなくなる。人間の体の電子を取ること、取るエネルギーがなくなってるというかね、取らなくてもいい、あの状態になっちゃってると。もうさ、なんか今までさ、いろんなことを私たちも、まあね、あのお水でも何でもいろんなことこうやってきましたけど、全てがまさかの科学で解決されるという。こっちから開ける？はい、じゃあこっちから開けてみましょうか。あ、プシュって言わない。え、開けれた感じがすでに違う。両方開けてね。
こっちほらシュワ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 って言ってる。怖っ。両方飲んでみてます。パッと見た目は一緒なのかな。見た目は一緒なんですよ、うん、じゃあちょっと普通のコーラの方からいただきます。久しぶりに飲むな。うんうん、久しぶりに飲むコーラ、うん、これ一回飲むとハマって何回も飲みたくなっちゃうんだよねコーラってね。刺激するでしょ。まずくなってる。まずくなってるっていうかシュワシュワ感がなくなってる。なんで？まろやかなコーラってわかる、うん、こちらは電子を奪うコーラ、こちら電子奪わないコーラ。体にはこっちの方がいい、いいでもコーラって感じがするのは、うん、刺激がないコーラ、うん、気が抜けてるのとまた違うね。でも、うん、気が抜けてるのとは違うの、刺激がないの。同じ量の二酸化炭素入ってると思います。炭酸だから。なるほどね、うん、刺激がないのよね。開けた感じですぐ分かると思う。あのこうほら炭酸ってシュッて開けるとこっちシュ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 ってなるじゃない。ならないでしょ。ならない。さあ不思議な世界に入って炭酸がよく中に溶けて入ってるんですよ逆に。外に逃がしてないの。そっちはねシュワシュワってなったら逃げてるわけでしょ、うん、炭酸が。なるほどね。こっちは含んでるんですよ。はあ、小野さん、飲んでみてもらったらどうですか。小野さんこれが、はいどうぞ。気の抜けた刺激の少ない方ですね。気が抜けたようなね、うん、刺激が少ない方。ちょっと気が抜けてんだよね。なんか気が抜けてるっていうとなんか刺激が少ない、まろやか、なんか とろっとしてるというか、うん、刺激が少ない。こっちも飲んでもらって。これ飲んでみな。こっちのこれで飲んだ方がいい。これで飲んだ方がいい。はい、普通のコーラ。何が原因なんだろう本当に。これで要はお水がクラスターが小さくなる。そう。普通のどうすればいいんですか。これはなんかペットボトルとか例えばこれね、うん、金属の板1枚用意してもらってこれペタッと貼っといて、うん、その上にペットボトルこう並べといてもらえればそれで OK。 うーん、あ、その上に乗せなくても、うん、そのプレートの上で、そうそれ金属のプレートにエネルギーが全部伝わってくるんですね、うん、そしてそれに乗っけといてもらうとペットボトルの中が全部変わってきます。置いといてもらうだけ。今回はすぐね反応させたかったのこの金属のやつ使いましたけど、ペットボトルも大事。5分でこう実験をしようと思ったから、うん、これこの入れ物にしたけどってことね。なるほどね。なんだかもうさすごいんだね科学って。それ以外なんかこう使えるんですかね。これ飲み物以外になんかだから石油燃焼用の燃料に使えます。例えばボイラー、うん、で石油ボイラーありますよね。例えばお風呂で使ってるお家もあるしストーブで使ってるお家もあるし、うん、例えば農業だったらハウス栽培の中の加温器で使ってるのが燃料、灯油か重油とかね、うん、A 重油とも使ってますけど、うんうん、そのタンクにこれをつけてもらうことで中に電子バンバン入れるんですね、うん、供給するんですよ、うん、そうすると、まあ、一つはその酸化還元電気の実は下がるんですよ。お水でも言えるんですけど、うーん、それちょっと説明するのねまた別の機会にしますけど、燃料の場合にはこれをやることによって燃料のクラスターが小さくなる。燃料って石油燃料って C と H の組み合わせなので、うん、燃料のクラスターが小さくなると、うん、そうすると燃やす時に空気と触れやすくなるので、うん、よりよく燃える。
よく燃える、減りは早くなる、だから結局エネルギーの収支の問題なので、あ、そっか、うん、だからある特定の燃料の量でどれだけエネルギー出したか、あ、なるほどね、っていうことをやると燃えやすい燃料やった方が、例えば1リットルでどれ、うん、何キロカロリーの燃料が、うん、あの熱量が発生できますよと。あったかくなるのが早いわけだ。早くなるというか、そうですね、スピードも上がるし、うんうん、なんかもうさ、衝撃的。あとさ、ね、これはこれは売り物？それも売り物。これも売ってもいいの？いいです。なんで これはね、こんなもん出てくるの、ドラえもんのなんかなんとかポケットみたいな。これはあの乗用車とかトラックの空気を入れるバルブのところのキャップです。これはめとくだけで、あの車のタイヤのですね、転がり抵抗が変わります。だって静電気の問題で、だから溝に雪とかはまると。走りにくいじゃない？溝に雪がはまんなくなるんだって。はまることはまるんだけど、すぐ抜けやすくなる。だって。あ、でも全部静電気の仕業なので。なんなのこの世の中。だからさ、まあ、スピリチュアルといってこう目に見えない世界っぽいもので言ってることって一緒なんですよね。ただ証拠があるかないかっていうかの話なんだけど、科学ってすごいですね。そうですね。科学。科学これ、うん、まあ、物理も影響しますよね。物、そうよね、物理学と科学、うん、ケミカルも影響するけど、うんうん、物理も影響してる。あ、じゃあなんだ、商品が増えたのかしら。これお水をクラスターを小さくするこちらと、うん、液体ね、うん、だから石油でも水でもいいと、はい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 、でこれは車のエアバルブキャップ、これは専用品ですね。あ、自転車はいいの？自転車もできます。あ、自転車を例えばこれ使っていただくと踏む力がえらく楽になります。 うちの息子につけようよね、部活自転車で。これちょっと車用だからね、ちょっと自転車には合わないんだけど、自転車にも作れます。あ、うん、これは、あ、これは関係ない。これはね、うん、あのトラック用の静電気を取る装置です。うーん、はい、トラックのバッテリーにつないでもらうだけです。そうするとトラックのボディってボディ全体が全部マイナスのアースになってるんですよ。へー、だからこれをマイナスの端子につないでもらうだけで車全体の静電気を抑制することができるんですよ。じゃあさ、人ってさ、すごく体に悪いところに、物に囲まれて生きてるってことなんですね。まあだけどそれは自然の摂理だからしょうがないよね。うん、今度ちょこっといろんなところで工夫してくっつけとくだけで、例えばね、紙っぺら1枚だってこうやって2枚重ねておいただけでくっつくじゃないですか。うん、そうね、剥がすのちょっと苦労するときありますよね。あります、あります、うん、全部静電気が影響するんで、あの印刷工場でのちょっと実験したときに、あ、これはね、製本メーカーさん、本をこうやって紙重ねてこの本にするよっていう装置のところなんですけど、やっぱね、紙がこう絡むね、うん、例えば1冊ダメにしちゃうみたいなこともあるらしいんですよ、くしゃってなって。で、これをこの装置をつけてから一切そういうことがなくなった。つまり静電気の影響から解放されたってことですね。紙こう束ねしていく段階でもう擦ってるから、もう静電気が帯びるわけですよ。ちょっとなんか小野さんの商品なんか後からいっぱいうちのお店に追加になりそうな気がするけど、そのたびこのように撮らせていただいていいですか。はい、どうぞ。もうなんかね、衝撃的、あのもうなんかほら、あんまりやりすぎちゃうといろんなご商売に物が良すぎて悪影響を与える可能性があるぐらいいいんだね。それぐらい大事ですよ、うんうん、だってさ、すごいもんね。喜んでいただけるからね。いや喜ぶでしょ、うん、だって水のクラスターなんて誰だって小さい方がいいし、静電気だって誰だってない方がいいし、理屈が分かるのが何よりもいいし、目に見えて違いが分かるとか体感できるのは本当に素晴らしいことだと思います。もっと早く出会いたかったって夫が言ってるのはよく分かる。はい、本当に急に何回もすみませんでした。いい、ありがとうございました、はい、また商品があったらぜひご紹介ください、はい、次回はこのペンダントだね。ペンダント、ね、そうそう、はい、待っててみんな、ペンダント待っててね、小野さん、はい、ではありがとうございました。